ママとパパ、おじいちゃん、お姉ちゃん、お隣さんも、おはおはおはおハウス。なるほど、途中途中で分かった分かった。じゃあ絶対な、何この人歌い出した、カットだなこれみたいな、ちょっとそのね感じはビンビン感じ、ビンビン感じてる。いつもねカットされてんだよ、実は歌ってんの私。結構知ってないでしょ、知っといて、本当ね歌ってるのよね。もうね、トラがねバッサリ全部カットしてる。カットンって言って、もう使いにくいもんとか言って実はね、言われてるんですよ。はい、今日はオハーのオハウスです今日はやりましたね。やりましたか、よかったよかった。途中で気づいて、ハッとなりました、ね、よかった、終了ボタン押されなくて、うん、もう録画撮影どのタイミングでこうしようかと思ったけどよかったです、今日は。あ、よかったよかった、はいはい、ヨハウスどうなん、やばいんですね。1回目ダメで、そう、卵までは確認したんですよ。ああ、そうなんだよね、確認したけど、うん、孵化しない、そう、無精卵なのかなんだかわからんけどね。そう、うん、だから追いがけしての、うん、2セット目、うん、うん、めっちゃ上に生きてるよメスちゃん。怪しいよねこれ、怪しい、ダメかもしれん、うん、ちょっとオス見ます。あ、見るか、うん、めっちゃおすすめの可愛い子だからちょっと待ってて、ね、はい、はい、オリジナルグッズ概要欄からゴーゴー。この子です。あ、ちょっとまみれてるね汚いよごめん。特徴はこれね、ひょうきんだよね。そう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 、俺たちひょうきん族そこ出してきたそこ浮かばんかったな。いやー、いや本当にね、いや見てるだけでね笑けてきちゃうんだよこの子マジでね、一人UFOだよね今日年代古いじゃん、どうした、ユッポデリルルンチュンやってくれんかな、踊たまに踊るじゃん、うん、いやここはさ、こんなに太いのにこっちはもうトッキトキだもんね。トッキトキあれ、これ方言なの。方言だよ。嘘、めちゃくちゃ方言だよ。そうなの、トッキトキは。トッキトキえ、じゃあなんて言うの、尖ってる、頭角ですね、うん、頭角がね細くてピントが合わんのよ。あ、そうなの、細すぎて、うん、これでちょっとわかるかな、こう、どう、違うんだって、全部あのね、あ、UFO にねUFO にピントが合っちゃうわけですよ。インパクトが半端ないからね、そう、そっちに全部持ってかれちゃうよね、うん、こんなひょうきんなやつは残さないといけない。残したい、めちゃくちゃお気に入りだからね本当に残したいんだよね。この前取れたから喜んだんだけどね。そう、こういうことがあるからね本当に。本当ですよ、うん、いや今度こそ成功させたいね、うん、卵、卵は産むんですよ多分。卵はあるんだよね。そう、幼虫になってくれるから、ね、それが何が原因なのか。そうだよね、うん、だからもうこの子がダメだったらダメとかね。まあそうだね、何回やってもダメだもんね、うん、それでないことを祈るよね、うん、うん、幼虫じゃあ見てこうか。そうだ、ね、ちょっと緊張するけど、うん、うん、じゃあドキドキしますが見ていきたいと思います。それではレッツゴー、やるよはい、やるけども、うん、どうも、セットはもう1ヶ月半。そうだね、それぐらいかな。となると幼虫がいる可能性もあるってことだよね。
そうなんですよ。そうなんですよ。幼虫1位、うん、卵さんとか控えめだな。もう0か20かだと思うよ俺は。あ、本当？うん、どう？0か20かや。どっちか選ばないんだね。すいません、0か20ですね、うん、だけど、うん、なんかそのね、うん、マットのこの掘った感じはあるんだよ、うん、見ていただくと分かります。へこむんじゃないわ。分かるかな、横から見た方が分かる、うん、斜めになってんだよってことは ねそう、まとめて何らかの行動は取っているとは思うんだよね。だから無精卵とかはありね、分かんないけど、うん、卵はありそうだよね。うん。スティン潜りゅうしてるはずなんですけどね。潜りゅうしてなかったですね。今は上がってきてますけど、はい、潜りゅうしてる感じでしたよね。潜りゅうしてる感じでしたね。うん、いい？いや、いきますか。ドキドキ。ドクンですよ。ですね。いやこれで見えないのはきついな。だってベルティベスの時すごかったもんね。もうここで見えてたよね。ダメ。これどう？怪しくない？怪しい。いやー、幼虫が出てきていない。本当だね、幼虫分からんよ、見えんだけかな。とりあえずこれ怪しい、うん、これ怪しい、うん、これ怪しくない。一応こんな感じか。そうだね、これも怪しいか。わからん、これ隅っこだっただけかもしれない、うん、やば、幼虫いなくない？幼虫いない。いないよね。なんね。いない。本当にいないね。マジか。ちょっとわからん。いるよきっと。まだ信じたい。まだあ、卵。卵ある。卵。幼虫がいてくれないとね。うん、温度かな。ハウスは温度あれなの？ちょっと違うの？うん、低温。低温なの？うん、ちょっと高いもんね温度。そう、綺麗な卵なんだけどな。ね、うん、孵化しないのかな。ちっちゃい幼虫いないか。ちょっと温度低めのところには置いといたんだけどね。そうだね、うん、前回と同じ。幼虫出てこい。いや卵もないわ。丸めただけ。本気ですか幼虫。ない。ない。これ絶対丸めてるよ。ない。うん。丸めてる。丸めた中心に卵。卵があった。ある。これでもなんか怪しい、これ。ちょっと怪しそう。いやー。どうしたらいい。安心できないな。前回のこともあるから。本当そうだよね。うん。中心に産んでたは産んでたね。産んでた。1個だけ。1個
らい中心に産んどるやろ。いや、幼虫がいるはずだ。いよいよ信じる卵けど、これはダメっぽいね。ダメっぽい、丸くないもん、なんかちょっとダメなやつか。なんかいびつ、丸じゃないもんそれね。なんかもう見るからにね、うん、なんだメスがあかんのかな。温度だったらあれだけどね、もうちょい低い方がいいのかな。追いかけしたよね、うん、産んではいるのに卵がダメってのがさ、うん、どっちかがダメな可能性はあるね。そうだよね、産んでるんだもんね。そう、産まないならね、温度変えて産ませてみようってなるけど、うん、産んでんだよ。産んでんだよ、追いかけもしてんだよ。怪しい。もうとなるとどうしようもできんへんもんね。そう、分からんな。分からんね、教えてください。前回からもそうだもんね。うん、卵は産んでるけどダメ。ことごとくことごとくね。ちょっともう一回追いかけをして、うん、そうだね、ちょっと今度マットの量を増やしてやってみようか。いやー、これは分からんわ。卵はちょっと孵化するのか、うん、いやだってもうこれはちょっとダメっぽいなって思っちゃうよね。この1個だけはやたら綺麗だけど、うん、このこれは色が悪い、うん、でもさっきのはもう形がおかしいと、うんうん、これはもう産みたてなのかもしれないよね。でだんだんこうなって、うん、こうなってみたいな、うん、いやーちょっと追いかけしよう。追いかけしよう、うん、すぐに、うん、もう寿命が近づいてるかもしれないからね。まだ2ヶ月を過ごしてしまったから、うん、今からやる？今からやろう、うん。してるし、餌も食べるしね、うん、うん、そうだね。あとは卵がね、そうだね、貸してきてくれることを願いたいけど、ちょっとなんか怪しい気もするんだよね。あの1個の卵は真っ白だけど、うん、今までとちょっと違う感じで言ったら、マットをちょっと半分ぐらいまで入れてみようかな。いろいろね、そうだね、うん、試行錯誤はした方がいいかもしれない。そう、あと半分ぐらいまで入れて、うん、で、そうだね、2合計
は引き続きだけど、うんうんうん、なるほどね、こんな感じでやっていきましょうか。はい、はい、次こそ、うん、頑張りましょうだね。はい、私は水分量もちょっとどうしようか考えます。はい、減らすのか増やすのか、うん、よろしくお願いします。はい、はい、じゃあ今日はこんな感じでよろしいでしょうか。はい、はい、では最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録まだの方はチャンネル登録ボタンクリックでヨレちゃんファミリーへようこそ。ツイッター、インスタグラムなどもやってますので、そちらもよろしくお願いします。今日はもうおしまいだよ。バイバーイ。次は産ませる。チャンネル登録してね、チャンネル登録してね、チャンネル登録してね。